今から内転筋のストレッチを行っていきます。まず両足の裏を合わせてもらって両手で足を持ちます。できるだけ体に近づけて足を開きます。そして胸を張ったまま体を前に倒してもらいます。その際に深呼吸をして息を吐いている時に伸びていることを確認して行ってください。これを家でやる際は5回3セット行ってください。